高橋と荻島高情報大高の土の響きです。すいません、ちょっと変更で、はい、続いて渡りという技を行います。披露しますのは稲田門下生と大高の戸色です。これは立ち木に止めた鷹を鷹状の拳に呼ぶという技になります。鷹狩りでは獲物が出た時に鷹を放ちますが、獲物が取れないと鷹は木に止まって鷹状を待つことになります。その時に鷹を拳に呼び戻すため普段から訓練をしておきます。また毎日行う訓練としてこのような渡りを距離を伸ばしながら行うことによって鷹に必要な筋力や飛行能力を高めるという効果もあります。鷹の飛行技術が上がってくると枝に止まる直前で上昇したりして止まる場所を変えられるようになります。それではお願いします。皆様、大きな拍手をお願いします。